はい、どうもラウンズフィッシングでございます。はい、今日もやってまいりました。こちらこちらで海しか映ってねえか。はい、ゴーゴーチテトラでございます。昨日と打って変わって全然いませんね。まあそりゃそうでしょうそりゃそうでしょう。ちなみに一緒に誘った方があちらにいるんですけども、なんか今ちょっと竿かなんかやってるのかな。まあ映ったら映った時で今日はいいわとか言ってましたけど、よくわかりませんよくわかりません、はい、ちなみにあちら、昨日一昨日かの時にバンバン釣れてた常連の方です。あ、今日は潮が早いらしく難しいなみたいなことは言ってましたけどね。そんな感じで今日もやってまいりました。まあね、行ける時あったら行こうじゃないかってね、まあそんな感じです。まあね、俺もね、夕方ぐらいからな、まあ来れるかなって感じなんですね。朝から100番死んじゃいますはい、まあそんな感じで、今なんてかな、まあ、はい、14時28分でございます。見えてるかな、わかんないけど、まあそんな感じでちょっと、今から夕方までやってみようかと思います。まあ今日のタックルは、こんな感じのいつもの感じなので、これにバーッと乗ってみましょう。はい、昨日もね、この今 C が150の1号で50センチ釣れましたから、竿がいいんで道具が全てならもっとでかいのが釣れるでしょう。釣れても取れるかどうかはあなた次第ですっていうところですよ。はい、まあそんな感じで、今からちょっと開始してみたいと思います。まあちょっとね、まあ、風がね、こう別府方面からかな、西風に近かったんですけどね、今ちょうど止み始めて、俺が天気予報見た限りでは3時ぐらいから、南東っていうかな、ちょうど真後ろからこう吹く風になるので、まあ釣りやすくなるかなと思います。で、あとまあ大潮なんで、また今日もね、こう坂の関方面っていうかな、あっちにバンバン流れるかもしれないですよね。そうするとやっぱちょっと釣りにくい感じですが、ガンダムをバンバン打って、もうそういう時はガンダムバンバン打ってきますよ。バンバン打って BBBB とか 2B2B2B とかまあそうやっていただければと思います。めちゃくちゃ速い時は、まあ、そんな感じで、まあ今日の目標はまあ2桁。昨日は5枚釣ってよかったね。多分5枚釣れたと思う多分、今日は、2桁を目指して頑張ろうかと思います。はい、今日の巻きはね、こっちは昨日の残りかな。で、これがね、5日の残りなんだよ。で、ヒロキューの俺のチヌ、でございます。まあ、ちょっと少ねえかな。まあいいや。今日はこんな感じでやっていこうと思います。合わせていこうと思います。さて、時刻はもう4時になったのかな、なるのかな、見えてるかわかんない。3時57分でございます。まあ1匹も釣れておりません隣で一緒に来てる方が1匹釣っただけ。あとちなみにさっき向こうにおった常連でうまい人も、俺が釣り始めてからまで1ゼロ、来た時に1匹釣ったんだけどね、あとずっとゼロ。なんだろうね、潮の流れが悪いのか、あとね、今日餌が通らない。オキアミも練り餌もボイルも全然ダメ。なんだろうね、なんでしょうかね。潮はね、まあゆっくりこう、こっちに流れてる。ゆっくりというか、ちょい早めぐらいかな。ちょい早めぐらいなんで、まああれなんですけど、全然、釣れておりません。なんだろうね、昨日とこんなに違う。昨日も一緒か。昨日も一緒だったわ。一緒だったね。全然釣れてなかった。2時間ぐらい、昨日も全然釣れてなかったから。まあ、そんな感じで、ポツポツと、もうガンダムつけたり外したり、餌ブルブル変えてみたり、ローテーションしてね、ローテーションして変えてみたり、やってますけど。
潮は、まあ、流れやすいっていうか、まあ、若干早めだけどこう流れてて、本当にいい感じなんですけどね。ガンガンは流れてない。今後ガンガン流れるかもしれないけど、うん、難しいでございます。はぁ、まあ、坊主の方がいいかな、とりあえず。はい、以上でございます。変わらず釣れておりません。これ、わかるかな？この髪跡。フグだね、これ。こんな感じ。あのね、硬い練り餌をつけるとこんな感じ。フグやね。フグか、ベラ系か、なんかこう、口がこうなってるような、そういう系だと思う。柔らかいのだともうすぐダメ。硬いのとこうやってね、ちょっとぐらい噛まれても残るんだけど。いやー、誰も釣れてない。ガチで。俺だけじゃないか。俺もそんな上手い方じゃないからね。上手い方ではないんだけど、誰も釣れてない。やばいね。え？フグ？キス？キス持って帰らんすか？隣ではあのキスが釣れたそうです。おかしいな、俺は餌残らんすけどね。オキアミ系一切残らんす。あ、どうしたのか考え物っすね。もうね、5時ぐらいになるんじゃないかな。もう4時57分。もう完全ないい夕まぐめなんだけど、だいたいね、ここ食い出すのは5時、6時とかいいんだけど、なんかいる気がしないんだけど、まあ、いや、一匹釣りゃいいっす。以上でございます。嬉しいですけどね。
ら乗られた。よいしょ。釣れた、釣れました。うん、ちょっと分かりづれいけど、はい、頭つけて尻尾まで、ちょうど40だね。内で40だけ、ちょうど40でございました。坊主だけは逃れた。よかった。よかった。いや、マジで。マジで、お帰りいただきましょう。はい、もう6時半ぐらい回ってるんで。まあ、あとちょっとだけできるかな。よいしょ。ちょっと急いで、急いで、時間何時かな、本当に。6時50分でございます。やべやべ。あと2、3頭ぐらいしかできないんじゃないかな。はい、ということで、もうちょっとだけ、ちょっとだけね、やります。30ぐらいのグロでございました。うん、死ぬかと思ったんだけどね。黒は湧いちゃうんだよね。血ぬがり見るのもバーンと食ってくるっていう感じでございます。はい、というわけで終了でございます。まあ、なんとかね、ボーツさん逃れたかな。うん、よかったよかった。はい、綺麗な、これ別府ね、別府、大分県別府の町。これカメラが綺麗だから映るけど、難しいからね、まあ、いったなかなかこう動画でこんなに映るのはなかなか難しいです。はい、というわけで、帰りたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。またっていうか、まあ、ちなみに隣の人ね、めちゃめちゃ出ましたね。6、7枚とか出てました。はい、私 1枚でございます。なんかね、全然、うん、なんか釣りきらなかったね。まだまだだね。まあ、でも俺はもう5号地盛り上げ隊としてね、調査に来てるだけなので調査とか言うバカじゃねえと思ったら、バカです。はい、まあ、そんな感じでね、今日なんかとにかく餌取りがすごく多くて、多分コッパグロ系と、フグとか、まあ、そんな感じでしたね。フグはもうなんかね、あの柔らかい練り餌とかを設けるように全部パクパク食う感じ。うん、で硬い練り餌つけると歯型だけね、途中多分映ってると思うけど歯型だけ残るとか、そんな感じだったです。オキアミは多分コッパグロ系がメインじゃないかなと思います。あと 3,4 回根掛かりしました。40m ぐらいぶっ飛ばして根掛かりをするっていう、仕掛けが重すぎたのかな。でも結構潮ガンガンね、こっちに流れておりましたけども、はい、まあそんな感じで、もうちょっとついたかったね。はい、以上でございます。はい、今日もご視聴ありがとうございました。また天気が良ければ来たいと思います。ちょっと俺もう実際クタクタです。かなりクタクタ。はい、まあ、ちょっと急いで帰りたいと思います。今日はね。はい、そういうことでございました。じゃあねー。
もご覧いただきありがとうございます。まだチャンネル登録をお済みでない方はこちらのボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマホで見ている方は下のチャンネル登録より登録をお願いします。